早いもので明日は新山記念、まあ、明日というか今日、過去アーモンドアイやジェンテルドンナ、谷のギムレットなど蝶がつくクラシック候補を輩出しているレース。ここ2年は中京で行われておりますが、スプリンターズステークスの勝ち馬ピクシーナイト、 NHK マイル2着のマテンロリオと2年連続で G1 馬 G1 級を輩出しております。今年は7頭立てと寂しい頭数ですが、ディープインパクトのラストクロップライトクォンタムが鞍上に竹豊騎手を配して登場。竹豊騎手は過去新山記念を7勝、いずれも京都開催の記録ではあるんですけども、谷のギムレット、シーキングザパール、サイチェアデールとそうそうたるメンバーで騎乗しております。勝率は 24.1%、 連帯率 31.1%。 昨年はデルマグレムリンで5着。ただ中京のマイル戦に絞ると竹豊騎手は過去3年で2勝しかしておらず、勝率が 4.3%、 連帯率は 15.2%、 副勝率はなんとか 32.6% と3割を超えております。現在前日オッズで1番人気で 2.6倍、過去前走新馬戦で1番人気に支持された馬はラスールで7着に敗れております。2年前ですね。前走新馬戦だった馬は過去13頭いて、ワルデゼールの1勝のみです。データで見ると竹豊かライトクォンタムに良いデータはほとんどないんですけども、ディープインパクトのラストクロップと今年の竹豊騎手もクラシック戦線を担って、今年の竹豊騎手クラシック戦線を担ってほしいという、まあ、それだけのバックボーンを持つ馬だと思うんで、この馬のポテンシャルにかけてみたいと思います。相手は昨年竹豊騎手の勝ち星を何くらも潰した鮫島勝馬騎手の鈴鹿ダブル、小頭数ですし、とりあえずここはこの1頭に絞って勝負したいと思います。その他明日は新山記念を含め7鞍に騎乗、スマートワイ、ビビッシモはそろそろ頭に来てもいいまで、もう1頭個人的に最終レースの北三ブラック3区ドグマにも期待しております。年明けちょっとバタバタしていて、金牌も、まあ、今日の中山も競馬場に行けなかったんですけども、明日というか、まあ、明日というか今日は予定通り中京へ行くことができそうです。明後日も一応中京の予定でおります。それでやっていきます。